終わった。全ては終わったのだ。あっそう、何やってんだ、早く来い。私の王国、ローレライを迎えるために築いた王国か。やめて、お願い、私はずっとここにいるから。だからもうやめて、お願い、メソポタミア語、やめて。乙女たちの旅立ち。お叱りは覚悟の上です。閣下をあのようなところで死なせません。わあ、広いね、ここ。ここなら地上よりは安全よ、ファウスト。ファウスト、力を貸してくれ。メソポタミア号と戦うためにはジャポネス川を使うしかない。しかしジャポネス川では大気圏を越えることはできない。プラズマ拡散システムと大気圏脱出用エンジンブースター、サウベルベルクに搭載されているはずだ。ファースト、今こそジャポネスとガルトラントの科学が力を合わせる時だ。テラ2を守るためにメソポタミア号にこのまま攻撃を続けさせたら地上は廃墟となってしまうぞ。将軍様、ちとばかり話が見えねえんですが、メソポタミア号ってのは300年前にぶっ壊れちまったんじゃ。いや、現存しているのだ。今テラ2を攻撃しているのは紛れもなくメソポタミア号なのだ。メソポタミア号はまだ生きている。生きて、それがなんでテラ2を攻撃してくるんすか。それはなんだかわかんねえけど、テラ2が助かる方法があるんだったらさっさとやってくれな、ファウスト。今となってはこんな星がどうなろうと知ったことではない。なんだと、てめえ、ハイペイってみる。こんな星だと、このみんなこの星の上で生きてんだぜ。それをてめえ、それでも逃げか。離しやがれ。あ、ホテル。くさ、てめえら。マミア、オタル。なんだよ。お前は何も知らんのだな。メソポタミア号の攻撃をやめさせるということが何を意味するのか、家康の本当の目的が何なのか何も知るまい。家康の求めるものは私と同じ。何？それはローレライを我が物にすること。こいつ何言ってやがんだ。ローレライって300年前死んだあの絵の女の子だろ。300年前メソポタミア軍のコンピューターは自らの意志を持ち反乱を起こした。その時一人の女性が人質、いや恋人に選ばれた。それがローレリ。彼女は生きているのだ。なんだって。人間の女性が生きている。コールドスリープ状態で眠り続けているのだ。メソポタミア号のコンピューターに抱かれて。あっちゃ、早いとこ助けねえと。ファースト、おめえもうだうだ言ってねえで。ここはみんなで力を合わせてな。私はローレライを助けるために、そのためだけに300年の年月を費やしてきた。その戦いが終わった。幕を引いたのは貴様だ、マミア・オタル。こちらからファウスト様のお声が。
ファウスト様。ティーゲル。ファウスト様、この春もローレライの花が咲きました。綺麗ですよ。さあ一緒に見に参りましょう。ファウスト様、ティーゲルはほとんどの記憶を失ってしまいました。あの時に。ティーゲルの乙女回路は壊れてしまいました。残っているのは私とパンターが生を受ける以前、ファースト様と二人で過ごした頃の記憶だけ。それはティーゲルがファウスト様から惜しみない愛情をいただいていた頃の記憶。閣下、あなたはある時から偽りの仮面をかぶせられてきました。血も涙もない冷徹な男の仮面を。でももう良いのではありませんか。その仮面はもう脱ぎ捨てても良いのではありませんか。来るな。ファウスト、マミエを歌うと二人きりにしてくれ。オタル大丈夫かな。心配ですわ。大丈夫だ。私はこの手でローレライを助けたかった。そのために私は乙女回路を作ったのだから。あんたがあれを。正確に言えば初代のファーストと家康だ。乙女回路は3つ、純真、低粛、母性。そしてそれらが成長を止めた時、3つは1つの人格を生み出す。それこそがローレライ。つまり乙女回路とはローレライの身代わり、ローレライの代わりにメソポタミア号の恋人となるために作られたもの。なんだって。おそらくメソポタミア号はその計画を察したのだ。自分とローレライの関係を脅かす者の存在を。だから攻撃してきてるってわけか。私はセーバードールズを成長させることはできなかった。だがお前の育て上げた乙女回路ならローレライとすり替えることさえできれば、メソポタミア号は攻撃をやめるはずだ。でもよ、全部バレちまってんだろ。メソポタミア号に。だったら身代わりだって向こうがうんって言うかどうか。コールドスリープといえどローレライは人間。ゆっくりだが年を取る。メソポタミア号もそのことに気づいているはずだ。メソポタミア号は必ず機械の恋人を選ぶ。永遠の恋人を。そんなこと聞いてねえぜ。なあ、あんただって初耳だろ。身代わりなんて。ありがとうござい、ますファウスト様。おいおい、俺はオタルってんだ。ティーゲル。お優しいファウスト様、いつまでもその優しさを忘れずにいて。お前にできるのか。
お前が心から愛する者たちを悪魔に捧げることができるのか。おたら、ご無事ですか。怪我ないかい。おたる、そんなことできるわけねえだろ。ジャポネスガーの改造はクブクリン進んでおる。あとはツァウベルベルクとの合体のための調整を残すのみ。オータル殿、お主の気持ちは痛いほどわかる。だが全ては人々のため、惑星テラ2を救うためなのだ。分かってくれオータル。勝手すぎんだよ、シャマ様もファウストもよ。全部聞いたよ。私たちが作られた意味。私たちはローレライの。ケールド。街が燃えてる。ホタル君、あの方向は長屋の方だ。みんな大丈夫か。ホタル、もらい火じゃからな。逃げる時間はあったんじゃが、長屋の方は。そうか。しかしまあ、全員無事でよかったじゃね。ライブ戻れ。大変、笑ってた。ライブ、あった。あんな真似したんだよ。ごめんなさい、僕これをね。それはだってこれ蛍にもらった大事なお茶碗だもん。チェリーとブラッドベリーのもあるよ。ライム、ライム、お前蛍怒ってる。当たり前だ。そんな無茶したら怒るに決まってる。ホタル、道具なんかじゃねえ、生きてんだ、生きてんだからな。ホタル君、この辺りもすぐに火の海じゃな。急いで逃げんと。逃げる？今さどこへ逃げるってんだ。助かれ、死ねえぜ。ユメジ、お兄様、ユメジ、お兄様、弟よ。お兄様、テラ2はもう終わりって本当？え、僕たちみんな死んじゃうって本当なの？ユメジ、そんなことないさ。そうだよね、ホタル君。ホタル君、勝手な言い草なのは承知だ。僕のこと一生恨んでも構わない。殴りたきゃ、殴りたいだけ殴っていい。頼むよ、夢路に明日をあげてくれ。未来をあげてくれ。花形、ホタル君。ホタル、僕行くよ。ライム、私も行くよ。 おめえら分かってんのか。行ったら戻って来られねえかもしれねえんだぞ。だって僕たちが行けばテラ2がみんなが助かるかもしれないんでしょ。夢ちゃんや花ちゃんや源内じいちゃんや長屋のみんな、僕の大事な人たちが悲しい顔してるよ。僕みんなのこんな顔見たくないんだ。私たちにしかできないことですから。喜んで行くよ。うん、ホタル君。分かった、メソポタミア号は俺がぶっ倒してくる。でもってローレライを助けて。必ず勝
帰ってきてやるぜ。だからおめえたちは来る必要ねえ。はたまた安心しろ。おたるくん、おたる、おたる様、私たちもついてくるんじゃねえ。もしついてきたら俺はおめえらをデッキレになるぜ。必ず助け出す。おめえは地上で待ってな。ルクスを連れて行け。ルクスの回路はツァウベルベルクのシステムバックアップに役立つはずだ。ルクス。はい。オダルの手助け頼んだぞ。はい、カッカ。カッカ。今までのことは許してくれ。心から感謝している。もったいないお言葉です。行ってまいります。死んではならんぞ。成功。プラズマ拡散システム作動準備。作動準備よし。作動開始。よっしゃ。ルクス、出力は。いつの間に乗ったんだ。来るなって言ったじゃねえかよ。わしが乗せたのじゃ。おたる、ごめんなさい。おたる、僕たち約束したでしょ。どんなことがあっても離れない、死ぬまで一緒だって。ずっとずっと一緒だって。バカ野郎。間もなく大気圏離脱。あっ、上空よりミサイル多数接近。作戦よし、おめえらはどっかに隠れとけよ。ミサイルなんざ、俺が蹴散らしてやる。いいぞ、上に出してくれ。あ、なんだ、脱出。おめえら、まさかおめえらが。おい、戻せ。俺は おめえらを。あ、オタル、言いつけ守らなくてごめんね。決めたんだ、オタル。私たちが一番守りたいのはあんただから。私たちはマリオネットです。ただの人形に過ぎなかった私たちに心をくださってありがとうございました。オタル様がくれたこの心で私たちはテラ2を救ってみせます。代わりなんてさせねえぞ。おめえらの代わりはいねえぞ。オタル、オタル、ありがとう。いっぱいいっぱいいろんなことを教えてくれてありがとう。オタルの優しさ、オタルの強さ、僕忘れないよ。おめえらは人形なんだかね。おめえらは俺にとって本当の。
ちまったな。立派にお別れができたじゃないか。しようってみんなで決めたんだろ。こうするのが一番いいって。分かってるよ。でもやっぱり悲しいよ。寂しいよ。もう会えないんだ。嘘ついてごめんね、ホタル。ずっと一緒じゃなくてごめんね。俺はまだ言ってる。おめえらにまだ一度も好きだって言ってねえんだ。ライブ全員ブラッドベイ。バカ野郎。空の青さが幸せだってことを教えてくれたのは小樽だった。小川のせせらぎが、風の音が、みんなの笑顔が幸せだって教えてくれたのも小樽だった。小樽、今僕は小樽を感じる。離れ離れになってもいつも小樽と一緒にいる。だから僕とっても幸せ。最終回、いつも君がそばにいる。小樽、ありがとう。